エレナ・ホグマン・ポーター、エレナ・エミリー・ホグマン・ポーターは、アメリカ合衆国の小説家。多くの恋愛小説、家族小説、ギャグ小説を手掛け、中でも、ポリアンナシリーズは、最大のヒット作になった。ニューハンプシャー州リトルトン出身。生まれながらに病弱で、高校を中退。療養後に歌手を目指して、ボストンのニューイングランド音楽院に入学するが、結局挫折。 24歳で、ジョン・ライマン・ポーターと結婚して、マサチューセッツ州に移り住み、小説を書き始める。34歳で、金髪のマーガレットで、小説家デビュー。ミスビリーシリーズで、恋愛小説家としてブレイクする。が、2年後に出版した、ポリアンナシリーズで、自動小説家として、空前のヒットを飛ばし、ミスビリーシリーズは一気に、過去のものとなった。半自伝的小説。 スーネーサンを出版した1920年、マサチューセッツ州ケンブリッジの自宅で51歳で、この世を去る。遺体は、同地のマウント・オーバーン墓地に埋葬され、破壊しには、著作を通して幾百万もの人々の人生に光を、もたらした、人風ふうハーライティングスブロート・サンシャイン・イン・トゥ・ザ・ライブズ・オブ・ミリオンズと刻まれた。作者である、エレナ自身による作品は2作のみであるが、 大ヒットし、ディズニーで実写映画化された。また、作者の死後に、数多くのアンソロジーが発表された。日本でも多くの出版社から翻訳され、絵乙女ポリアンナ物語としてアニメ化されたことでヒットした。日本語訳で、比較的簡単に入手できるのは、角川文庫クラシックス版である。日本語訳タイトル2の表記には、パレアナとポリアンナが混在しているが、これは、 現代、ポリアンナの発音が日本語で表記するには曖昧で捉えにくい音であるためと考えられる。主人公の名前、ポリアンナは当時アメリカ中の店やホテルの名前になる、等のブームになり、ウェブスター英語辞書などに、気液という意味の言葉として掲載されるなど、国際的な単語、心理用語になった。なお、谷村町子著の七色の虹は、ポリアンナの本案小説である。 ヒロインはみちこで喜びごっこをする。父は貧しい牧師。両親を亡くしたみちこをおばが引き取る。195ページからの章、思わぬ災難でみちこは自動車にはねられる。ありがとうございます。